い先ほど午前4時解禁、実写版鋼の錬金術師の映像が初公開されました。全世界で累計7000万部以上を売り上げた人気コミック鋼の錬金術師、実写映画版についてはこれまで主人公の国家錬金術師を演じる山田涼介さんたち豪華キャストが明らかになっていました。そこで今回その特報映像を初公開です。俺が必ずお前の体を取り戻してみせる。映画は来年の冬公開です。2位はついに実写映像が解禁になった映画鋼の錬金術師。原作は全世界でシリーズ累計7000万部を超える人気コミック、錬金術が存在する架空の世界を舞台に、母を生き返らせようとした代償で体を失ったエルリック兄弟の旅路と成長を描いています。主人公エドワード・エルリックを演じているのは山田涼介さん。完成したばかりの予告映像には壮大なイタリアの風景が映し出されています。俺が必ずお前の体を取り戻してみせる。まだまだ謎だらけ。次はどんな映像が見られるんでしょうか。いや、ついに映像解禁されました。楽しみ。ものすごい好きで好きで楽しみにしてる、はい、楽しみです。だから日本映画の予告編じゃないみたいね。壮大でした、はい。来年の冬、およそ1年後の公開ということになります。さあ、そして1位は